よし、みんな集まったな。で、何なんだ？黒ひげの目撃情報が入ったって話だ。あいつもこの世界に来てんのか。どうもマッターホルンとメキシコという場所でほぼ同時刻に目撃されたという話じゃ。例のレプリカか。どちらにせよ黒ひげがベノムズと接触したことは間違いないようじゃな。偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。どうした？腹でも減ってるのか？ん？黒ひげについて？俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするほどな。そうか。長官からの通信です。そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル D ・ティーチ、通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームと共に出撃してね。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ぜはははは、誰にも俺を止められねえのさ。が誰だてめえは。見かけねえ面だな。やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。せいぜい隅っこで指でも加えてろ。ぜはいてててててやるじゃねえか。だがな、この程度で俺は倒れねえぞ。ハハハハ。お前ら待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえやつばかり。ちょうど寂しかったところだ。おひげ、お前本物か？え？いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。お前もベノムズの仲間になったんだろ。ベノムズだ？知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊をやめて仲良しごっこでも始めたか？ぜはははは。俺も忙しいんだ。あばよ麦わら。あいつは本物の黒ひげだ。一体何考えてんだ。
Tetris!